サビ早歌いゲーム、イエーイ。321です。サビになるなるなるです。はい、皆さん、今回はカラオケみたいな感じで2人で歌っていくんだけど、うん、好きな歌を歌っていいっていうわけじゃなくて、うん、曲名だけ言われます。スタッフさんに言われますので、その曲名を聞いてサビをすぐに浮かべてください。サビが浮かんだ人はこのマイクを取ってください、はい、そして歌ってください、はい、取ってから考えるのはなしです、はい、で、どっちが早くそのサビを歌うことができるかっていう勝負になります。こちらボンボン TV の方でもみんなでね、日常でやったよね。やりましたね、はい、で、うん、結構うちらね、その中でも強かったのよ、いちなるは、ね、頂上決戦的な感じでいけたらだと思うんですけどそれではサビ早歌いゲームスタート。マリーゴールド、麦わらの帽子の君が揺れたマリーゴールドに似てる。よっしゃ、なるほどね、結構王道。なるほど、いいよいいよ。私瞬発力がないこれね、この間のボンボンでね、歌えなくてちょっとね、あ、ちょっと私が歌ったんだよね、この間。虹、一生そばにいるから一生そばにいて。あ、よかった。須田まさきに兄さん、兄さん、あ、そっちも虹ね。うん、いろいろあるから虹って、もう迷っちゃった。ラララもありますからね。大丈夫だよ。虹だっけ？虹虹虹。白日。うん、ま、時日には。さらに生まれ変わって人生一から始めようが。あ、うまい日なかった。わあ。馬と鹿。米津さんですね。これが愛じゃなければ何と呼ぶのか僕は知らなかった。よっしゃ、わー、あ、よかった。危ない。夜をかける。夜に。騒がしい日々に笑えない君に思いつく限り。夜にね。ボレロ。待て。走り出す足音よ、胸を打つルルルル。行け行け、海を越えて未来に届くまで吠えろ。怪物。あ、待って待って。おい。待って待って。姉が未来に何度でもずっと食らいつくこの間違いだらけ。夜遊びの人じゃんもう。いや、夜遊びで稼いでるの。本当だ、夜遊びしてるね。夜遊びしてるの。夜遊びしてるの。水平線。水平線が光る朝にあなたの希望が崩れ落ちて風に飛ばされるかけらに誰かが綺麗とつぶやいてる。綺麗。よっしゃ、ありがとうございます。バックナンバー。香水。待って、あ、別に聞いてるよ。横にいられると思い出す君のドルチェ&ガッパーナのその香水のせいだよ。すいません、すいません、ちょっと一瞬ごめんなさい。本当にごめんなさい、今のは本当若干ちょっと怪しかったですね、ごめんなさい。インフェルノ。あ、めっちゃ聞いてる、めっちゃ聞いてる。やばー、めっちゃ聞いてる。永遠はないんだと分かっている。いや、早すぎてあれもう聞き取れないぐらいだよね。確かに。115万キロのフィルム。やばい。ほら、ここで君が笑うシーンが見どころなんだからさ。はい、いや、今のはもうマイクね、そう、この持ちが私がちょっと早かったから。わー、悔しい。カルタみたいになった。オフィシャルヒゲダンディ。あなたがいること。もしも明日世界が終わっても会えない日々が続いたとしても。 Take a picture。 あ、どうせこんなに大切な思いで。若干考えたな。いや、ポッピーシェイキ歌
歌いそうだなんだろうね。だだだだだあ、でもね、春を告げる新大東京の六畳半夢を見てた、うん、おー明かりの灯るだけがおー、ね、おーネイティブになっちゃった。おーおー、ドライフラワー、あ、ダメだ。おーちょっと声も顔も不器用なとこもよし、ギュッと、あなたの大きな体でギュッと抱き寄せて離さないで。あ、モサオね。モサオモサオモサオ丸丸、あざと可愛い、あざと可愛い、つられてしまいましたじゃない？それだ。よし、知ってたのに。ドミちゃんだったらめっちゃ早いと思う。うん、確かに、うん、優しさで溢れるよ、あなたの包むすべてが優しさで溢れるように。あの、ワッサージクやってたよね。やってた。なんか再ヒットしてるっぽい。裸の心、この恋が祈りますように、少しだけ少しだけ愛を込めて花束を。おお言ってる。愛を込めて花束を、大げさだけど受け取って。プリテンダー、グッバイ、君の運命の人は僕じゃない。高嶺の花です。会いたいんだ今すぐその角から飛び出してきてくれないか。よっしゃ、トリセツ、これからもどうぞよろしくね。奏で、君が大人になってくその季節が忘れない。ちょっと待って、春の風を待つあの花のように。よっしゃ、危ない、やっぱり物忘れって覚えてるから忘れないこと、危ない。気まぐれロマンティック、ダーリンダーリン心の扉を越してよ、大切なこと。今もう握った感じがもうあった。マイク来た。あれ、残念、生き物がっかりで撮れなかったんですか。名もなき見してる、見してる、そう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 。いや、めっちゃ好きなんだよな、ものだ。待って、なんだっけ、どういうやつだっけ。うわ、待って、私も、どうでもない、辛い時も違うあるよ。違う。じゃあもう、わかんない、言っていい、ノリで、うん、どれこどらららららら、なんだっけ、もう歌詞が浮かばない。どれくらい、違う、ありたけの心で、ありたけか、違う、で心で割ってる、あ、違うね、あるがまま心でだ。でもそれ私引き出したよね、それは。あくそということで、なるにポイント、こい、胸の中にあるもの、どうぞ、さくらんぼ、笑顔咲く君とつながってたい。あー、やっぱりね、なるの歌だもんね。そう、さくらんぼみたいな。あ、もうめっちゃいい。もう一回やった、 OK だって。もう初心者大使いのノリで。それでは本当のラスト問題、どうぞ。うっせぇわ、あー、うっせぇ、うっせぇ、うっせぇわ、あなたが思うより健康です。あー、めっちゃ集中したね、今の。集中した、やったー。ということで、はい、イッチローションです。イエーイ、楽しかった、楽しかった、またやりたい。これは悔しい。やっぱうちら、あの、やっぱ聞いてる曲も結構似てるし、白熱するね、うちら。盛り上がるね。めっちゃおもろい、これ、うん、同じ世代のね、人とかね、こうやってやるとかなり盛り上がると思うし、家族とかで盛り上がるかもしれませんね、うん、ぜひぜひ皆さんもやってみてください。それではまた明日の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。4月9日から2021年サンリオキャラクター大賞が始まりました。こちらは5月21日
24日まで誰でもウェブやショップでキャラクター投票をすることができます。みんなの力でミュークグドリーミーのミューちゃんを少しでも上位に、一緒に応援よろしくお願いします。いちなる TV を見てくれてありがとう。チャンネル登録や高評価、コメントもよろしくね。 Twitter や Instagram もやってるので、ぜひフォローしてね。それじゃあ次回までごきげんよう。